ごと一発始めます、今日はですね、何の話しようかなとか思って、まあとんかつパンパンがまずリニューアルをしたという、あれ何それみたいな、店の中の飾りだとか札があるんだけど、メニューとか書いてある、そこら辺がちょっと変わったっていう、うん、それをね、今サイゼリアのA と B の絵があって、間違い探しっていうのが流行ってんだけど、まあうちもね、何が変わったのかっていうのをね、見に来てくれたら嬉しいです。はい、そういう悪いことしてるね俺ね、うん、だけどね、ちょっと見に来てほしいんだよね。で、なんでそんなお前いきなり言うなよそんなのみたいな思ったんだけど、ちょっと俺が思ったのは、とんかつパンパンっていう店は100年続くんじゃないかなっていうことにちょっと気づいちゃって、だから1年や2年とかそんな短いスパンで潰れるような店だったら、そんななんか新たな手法みたいなのとか、そんなメニューだとか変えなくてもいいのかなとか思ったんだけど、俺100年200年言っちゃうみたいな思ってる感じになっちゃったの。だからそのためにはいろいろやっぱ改善していかなきゃいけない点っていうのが日々見つかるから、それをやっぱ変えていかなきゃなと。あれ、これよりこっちの方がいいっつったらこっちした方がいいね。だからそれを100年200年やる店には必要なんじゃねえかなっていう、うん、100年200年やるってことは俺が死んだ後も続くってことだよね、うん、俺あと30年生きたら73、うん、73そんぐらいだろ生きれてとして、うん、だからそれ以降だよな、30年以降、この先30年以降はあと70年とかで100年かはやっぱ次のやつらに継がしていかないといけないんだよ、うん、そう考えた時に店ってなんか俺が死んじゃった後になんか変わっちゃったら嫌だなとか思って、なんか店の形が、うん、だからそのためにはその時代にあったことにマッチしていかなきゃいけない。だけどブレてはいけないところがあると思うんだよ、うん、それはまあ味はまあしかりなんだけど、だけどこのコンセプトだと思うんだ、この店を作った、うん、形、それだけは絶対に継承していかないといけねえなと、うん、でこの店のコンセプトはこのとんかつパンパンが100年200年続くために俺が掲げるコンセプト、創業者が掲げるコンセプトは面白い店ここなんだよ。ここだけはブレるんじゃねえぞと、うん、ここさえブレなければ100年200年できるんじゃないかなっていう、うん、だから味は変わったとしても面白い店っていうここの定義は、ここのベクトルは曲げんじゃねえぞっていうのを今働いてるメンバーにも伝えてると、うん、今やってることが相当面白い、うん、で喜んでもらってる、相当喜んでもらってる、その手応えも感じてる、うん、じゃあこれを続けると。でこれを続ける、うん、今のお客さんの数でこれを続けるっていうのはまあまあしんどい、大変で、この先どうなるかも分かんないけど、けどだよ、うん、面白い店っていうこの定義だけは崩さない、それでいい、うん、これさえ曲げなければ、うん、潰れることはないな、うん、むしろ、うん、一代で
俺が創業して100年200年続くとんかつ屋ってあんのかよっていう、うん、ないんじゃない、うん、まあ世の中では飲食店とかね35年、これをお店を続けることができたら老舗っていう漢字2文字の称号がもらえる。まあ老舗は俺にとって老舗は余裕の通過で、つうか俺が生きてる間に老舗認定する。うん。あと33年、うん、30年ぐらい、33年生きれば老舗認定、老舗認定は受けてからまあ次のやつに任したいな。うん。いやそうだと思うんだよな俺。うん。なんかいや本当に飲食店の廃業率がちょっと高すぎちゃって、うん、だけどみんなやっぱミスって間違ったことやって廃業してると思うんだよ。1年でだよ、うん、100店舗バーンとか言ってできたとしたら30店舗潰れるんだよ。やばくねえか、うん、5年で 70%、 いやー 70%、 うん、そんなに持たないんだよ。4分の3死亡みたいな、5年で、うん、10年続く店 10% しかいないんだよ、うん、ありえないでしょ。100店舗に10店舗だけ、10店舗に1店舗だけ、いや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 、そんなハードル高いのって思っちゃう。だけどそういう人たちってやっぱり多分、まあ、潰れちゃうやつには理由があるんだけど、それはやっぱ最初のコンセプトとどん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 ずれていくと、ずれていく環境とか状況が変わっていく中でも、絶対にこれお前創業の時決めたんだから守れやみたいなところを見失っちゃうと、絶対迷路に迷って帰ってこれなくなると。絶対そうなんだよね、うん、いや間違いないな。だからみんなも、コンセプト、うん、っていうかその店何のためにやるのみたいな、そこだけは絶対にブレてはいけねえなと思って、うん。だから俺は100年200年やるとんかつ屋の創業者になる、うん、のためにはどうしなきゃいけないかっていうと、やっぱいっぱい考えなきゃいけないんだよね。とんかつのこととか、お店、面白い店ってどんなのだっけみたいな、自分が生きてきた経験の中からとか、今面白いなって思う人の店行ったりとか、それは飲食店だけに限らず、なんか魚屋行ってもこの店面白いとか思っちゃうこともあるし、もう本当アパレル行ってこの店面白いって思う時もあるし、うん、そのいいところいいところ全部かっぱらってくるっていう、まあそこ行動力超大事だよね、うん、だから行動力っていうか、まあそこ見に行く、食べ行く、遊び行く、うん、その時にやっぱりアンテナビンビンで感じてないといけないのかなっていう、うん、だから何にも動かないで頭だけで形作ってっていう、そういう才能は俺には全然なくて、もうやっぱり走ってなのかな、からのめちゃめちゃ感覚で考える、うん、このセンスがめっちゃ重要でしょ、うん、そうだよね。でそれをもう超フルカスタムして自分の店でやると、うん、そういうやつはやっぱり暇じゃない、うん、暇を作る、暇があるやつって案外謎なんだよな。多分寝てる時以外何かしらは俺考えてるんだよね、うん、何かしら、うん、だけど本当に暇になっちゃってツイッター見てるやつとか、それはやむよ、うん、面白い情報じゃないからね、うん、
タイムリーな情報とか、うん、そういうニュースでこれ知っとかなきゃとか、そういうのをタイムリーに知るのはいいと思うけど、なんか変なやついじめてたりとか、そういうの見てても全然時間の無駄だなって思うんだよね。だから暇なやつに限ってツイッターやってるやつっていうのは案外厳しいんじゃないかなっていう。今なんか人生そんなに楽しくないんじゃないかなって思っちゃうね。うん、だからツイッターなんかやってる暇ねえんだよな。うん、それだったらいろいろ本当になんか楽しくなるためには、楽しく生きるためにはどうしたらいいかなとか言って、うん、考えるような時間があったら病むことはないよね。うん、暇になって一人になった時とか、うん、その時間が増えれば増えるほど病むわな。うん、なんであれ危ねえなって思ったら、うん、まあ孤独に強くなることも大事なんだけどな。だけど時には群れることも大事だよ。うん、一番クソなのが群れることしかできないやつ。もう群れること大好きですみたいな。うん、で俺昔からまあ群れることも好きなんだけど、みんなで集まってサッカーやってとか言って酒飲んでとか、うん、キャンプ行ってとか、群れること好きなの。コンパしてとか、うん、もう好きなんだけど、一人でいる時も超好きっていう、新しいパターンなのかな。いやだけどどっちもできてよかったなっていう、うん、どっちも好きでよかったなっていうのね、超思うんだよね。うん、群れんのも好きなんだよ。結婚式とか行って、うん、ふーとか言って、奥さんかわいいじゃねえかおめえとか言って、もう一番最初のこのウィーンとか言って、もうてんてんてんとか言ってる時に、友達とかとこんな花とか投げながらとか、幸せって顔してんなお前とか言って、今日一番かっけえじゃんとか言って、そういうの群れとか好きなの。めめりえめえとか言って、なんかそういうのとかも好きなんだけど、そうだよね、一人でなんか作業してる時とかも好きだし、うん、俺ってちょっと奇跡的なんだけど、アウェイに行っても戦えるメンタルがある、うん、これは一人でいる時間を有効に使えるやつっていうのは、うん、アウェイ行ってもおじけづかないんだよね、うん、で群れることしかできないやつがアウェイ行くとどうなるかっていうと、辛いんだよね、しんどいきちいみたいな、いや無理みたいな、いや俺のこと大好きな友達のところ帰ろうみたいな、そこじゃないと俺ちょっと無理みたいな、うん、なっちゃうんだよね。うん、だから超、うん、有名高校とかで甲子園とかバッチバチ出てて、それでプロ行かないで早稲田大学行ったやつがいると、うん、と同時にまあいろいろな高校有名なところから早稲田大学野球部に入るやつがバーッとか行ったとして、そしたら入ってみたら練習激きつくて、それでもうなんか野球のやってる1年の中で下手くそなやつがいたら全体責任だとか言って、1年生グラウンド30周とか、辛いとかなっちゃって、だけど群れることが好きなやつとかは、頑張ろうぜとか言って、この汗がとか言って、何かに変わるかもしれねえとか言って頑張っちゃうかもしれない。頑張るね、群れるのが好きなやつは頑張るね。うん、六大学野球で優勝してプロからドラフトもらおうぜとか言って大好きになっちゃうかもしれないけど、その中で一人、あこれ辛いみたいな、群れんのやだみたいな思って、大学辞めてトヨタ自動車とか行って、いきなり社会人に変化球で行っちゃうとか、もう忘れざるぜみたいな、やめちゃうみたいな、それ孤独になるよね、うん、みんなと離れ離れになるけど、その孤独が
孤独を今までに経験してるやつだったら跳ねのけてやっちゃうかもしれないね。うん、その早稲田に残るやつからしたら、てめえ出せよみたいな、何お前1年で辞めても社会人ってお前舐めすぎでしょみたいな、こんな根性耐えられなくてどうすんのみたいなかもしんないけど、いきなり社会人で、いや早稲田とかよりもいい東京ドームとかで、おれピューンとか楽しみーとか言って、ドンドンドンとか言ってね、もうなんか3人×3、9奪三振とか言って、なんか記録作っちゃったりとか、そっちの方が面白いかもしれないね。うん、だからそういうので言ったら、なんか群れるのだけしか得意じゃないやつが一番危ねえかなって思ってて、うん、一人でいるやつ、うん、案外面白かったりもするんだよね。うん、だからそういう一人でいると見せかけて他のところ行ったら、あいつ暗いよなとか言って、何ちゃん暗いよなとか言ってたら、実は他のとこ行ったら、コンパとか行ったらもうめちゃめちゃフルフルフルみたいな、本当なんかやっちゃってるやつとかもいるくせえ、うん、いやだから俺は案外アウェイ向き、あのホームではあんまり力発揮できない。俺ねホームではね群れんの好きじゃないんだよ本当に。ごっつい久しぶりウィー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 ティンデーとか、それはやめてっていう感じになっちゃうんでね。うん、そうなんだよね、ホーム弱いみたいな。俺ね、うん、ホームだといつもやっぱりごっつってつまんないよねみたいな感じで終わっちゃうんだけど、これね案外アウェーで力発揮できるタイプなんじゃないかなとかちょっと感じてんだよね。それアウェーっていうのは今で言う、まあそれなんか激アウェーだからね、俺一人で乗り込んでたでしょ、うん、それで今まあ下手くそながらやらせてもらってるけど、まあそんな感じ。アウェー何あいつみたいな、アウェーの戦い知ってやがるみたいないそれでもいいよね、うん、まあ逆にここ、うん、とんかつパパはホームか、まあホームはホームで大事にしながら、うん、ほんとサイゼリアのね、あの間違い探しよりむずいとされてるのを2個作っといたんで、あの老舗に向けてあのもう発信したんで、とんかつパンパンはもう永遠に、まあお店の中はねもう笑いでパンパンですよあうまいこと言ったみたいな、上げてきたみたいな、うっしゃーみたいな、うん、まあ、そんな感じでやっていこうかなっていう、うん、まあこんな18分か、まあ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 すんなり聞けたかなみたいな、途中なんか難しいこと言ってたなみたいな、まあだけどそういう迷路に迷ったことを一発もなかなか楽しいみたいな、これもう癖になってるやつからするともうやめられません、ごと一発麻薬でーすみたいなそんな感じ。延長戦行く、サドンデス行く、行く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 、まだ欲しいんだ。じゃあ今流行ってる、若いやつらで流行ってる、まあ特に女の子で流行ってるやつを一個言います。それはね、防弾少年団、これだよ。防弾少年団知らないでしょ、 BTS のことだよこれね。日本語に変えると、漢字に変えると、あにょはせよ防弾少年団とか言うから、いや、ほんとほんと、アニョハセヨー、テセヨーみたいな、うん、で、防弾少年団なんだけど、7人組、ここまでわかった？7人組、全員男、はい。で、韓国人の人たち、うん、いや、っつって、東方神起じゃねえのみたいな、それはもういない。で次ビッグバン来ましたみたいな、それも今徴兵制度から帰ってきたぐらいかな、うん、韓国にはそういうのがあるから、そういうのがあって、で BTS はそういうのに行ってないと、うん、で BTS のファンのことをアーミーっていう、アーミー軍隊なんでと思ったけど、分かったんだよ、防弾少年団、これはそういうあれなんじゃないかな、
徴兵制度とかのことを言ってるのかな、僕たちは行くよみたいな、そういうことなのを見守るあの軍隊のことなんだよな、多分アーミーアーミーみたいな、アニョハセヨーテセヨーとか言って言ってんだよね。だからそういうことなんだよ、うん、でそのアーミーたち、アーミーたちはね多分ね韓国人のファンよりも日本人のファンが多いと思う。まあもう世界なんだって、もう BTS ファンのアーミーたちは全員言う、 BTS って何？世界の音楽。本当だよ。 BTS のねファン、もうアーミーって言わせてもらうが、アーミー熱血アーミーが俺もう超友達なんだけど、女の子でいてさ、その子熱血すぎちゃってもう俺にさ、もうアーミー愛っていうかもう BTS 愛、うん、防弾少年団のさことを超言うんだよ。でまぁ、最近だったらこれから映画館であのでかいスクリーンでライブをしますと、でそのチケットが5,000円、え、あ、映画館で見るには1万円、1万円、それも一席ぐらい空けて、うん、アーミーポツンアーミーポツンアーミーみたいな、それで見るのが1万円で、ネットで見るのが5,000円、やばいね、5,000円、え、もうネットでっていうのは家で見れるんだよね、家とか携帯とかで、うん、見れるのが5,000円で、まあその5000円の方で見るっつってたけど、えっつって、え、映画館1万円すごくない、やばくないとか言ったら、いやもうソールドアウト、速攻ソールドアウトみたいな、そうなのつって、なんで映画館で見たいの、だって映画館じゃんみたいな、スクリーンじゃんみたいな、言ったら大音量で感じたいって大音量で感じたいと、はぁーつって、家でいいじゃんみたいな、映画館とかだったらさ、なんかその人さ、俺の友達のアーミーさ、めっちゃ酒飲む人だから、映画館とかってこんな飲めないじゃんみたいな、うん、そしたら水筒に隠して持ってくっつって、やめろやだけどまあほんとそういう人だよ。で何入れてくのっつったら、水筒に氷と白ワインっつってお前酔っ払っちゃダメだろ。だからそういう人は当たんなくてよかったよね、逆に、うん、映画の回、うん、危ない。まあだけどそういうのがあってさ、うん、その人はテテが好きなの、テテ、うん、BTS のメンバーでテテ、テテがいる。それでテテのマスコットがあるんだけど、テテはテテでいて、テテ専用マスコットがいるの、うん、テテマスコット、それがハートの顔してるんだけど、そいつの名前がタタ自分、俺じゃテテでごめん、アニョハセヨーテテーつって、セレヨーつって、テテで、マスコットはタタ。本当かよみたいな、テテタタ、もう一人なのにもう二個の呼び名がある、まあマスコットの名前なんだけど、マジかよみたいな、難しいみたいな、うん。それでテテがいて、あとググもいるんだよ、ググ7人の中にググもいる。そしたらそのアーミーの中で推しが一人じゃなくてもいいんだって、うん、アーミー界隈の箱っていうらしいんだよ、アーミーたちの仲間の箱って、箱の中ではまあテテとググが好きだったらテグ推しですみたいな、え、テテのテとググのグでテグ推しですみたいな、でこれ逆でもありらしくて、グデ推しですみたいなそしたら多分ググの方がちょっと好きなんだよね、グテですみたいな、私グテですみたいな、そういうので、あの映画館とかでも分かち合いたかった、そのアーミー同士の交流、アーミー会もしたかったっつったけど、いや、あなたは行かなくてよかったよ、正解、家で飲んでる、家で飲んで5000円で暴れてた方が、いやーよかったと思うんだよね本当に。それでその7人の中に1人ちょっとやばいかっこいいのがいて、それが J-HOPE、 J-HOPE やばいから、7人の中で
まあみんなソロ曲とかやってんだけど、その J-HOPE のソロ曲案外やばくて、これもうバーン言ってんだけど、だから次あの群れること、カラオケとかスナックで歌うとか言ったらこれやれみたいな、もういいの見つけちゃったの。これだけを、まあ踊り子とか今流行りのとかヒゲ男爵とかそういうんじゃなくて、あのもうこれしかねえから、あの J-HOPE のチキヌードスープ、チキヌードスープ、チキ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 ヌードスープ、チキヌードスープ、ヘイタンハセヨチェチェチェチキヌードスープ、チキヌードスープとか言ってダンスがうまいんだ、J-HOPE は。メンバーの中で、このチキヌードスープ、あ、チキヌードスープ、あ、チキ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 、チキ、チキラチキラチキラチキヌードスープ、あ、チキヌードスープ、あ、とか、ワンツーワンツーチキヌードスープとか、もうこれなの。これだけでラップの部分とかあるから、ここ超やばいから、それだけはチェキってから、あのチキンヌードスープしてほしいんだよね、マジで。チキンヌードスープがもう世界的にもうブワシャーンいってっから、もうマジでガーシーとかじゃねえから、チキンヌードスープ、あチキンヌードスープ、あチキ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 ヌードスープ、これの、いやチキンヌードスープダイエットとかあるかもしれない。いやー、ここ何日かやってちょっとシュッときしてるんじゃないのかな俺、うん、シュッとしきてんじゃん、シュッと、あのチキンヌードスープはマジで腹筋に来るわこれマジで。まあこんな感じでやったんで、まあまた明日よろしくお願いします。コード一発でした。チキ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 ヌードスープ、怒られんなこれアミ、チキ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 ヌードスープ、ヘイ、hey。